東京の次第で哲学、どこがいいか。東京にある私立大学で西洋哲学が学びたい場合、どこの大学がいいかというのをご紹介する動画です。あくまでも私、素人の立場であることはお断りしておきます。なお、以下の大学を除外しています。東大、一つ橋など国公立大学を除外しています。総慶、上智、ICU は受験がむずいので除外しています。 青学と立教には哲学科がありません。キリスト教系の大学なんですから、西洋哲学科、えー、哲学科ですね。個人的には欲しいところです。青学も立教も面白い学部学科をいっぱい作るのはもうお腹いっぱいなんで、ぜひですね、どちらも文学部哲学科作ってくれないでしょうか。明治から行きましょう。明治大学文学部は、 心理学、えー、心理社会学科に哲学専攻が最近新たにできました。なので、それほど規模は大きくありません、えー。現象学を中心とする現代哲学、イスラム神秘主義、スーフィズムの研究、フランスとドイツ、それから、えー、近代哲学史、えー、日中比較思想と、これだけの5人の専任教員の先生が揃ってますね。中大です。6人の先生がいらっしゃって、 えー、英米系哲学、科学史、仮説、科学哲学ですね、ホワイトヘッドの哲学、意識や心についての哲学、西洋哲学、ウィトゲンシュタイン、ベルクソンなど、えー、ギリシャ・ローマ哲学の先生がお一人、それから、えー、中国学術史、日本漢学、最後ですね、右上の先生、大川先生、日本政治思想史ということで、一通り専人教員の方がいらっしゃる。 なお、中央大学のいいところは、3万5000冊の哲学専門書を揃えた、哲学共同研究室があります。法制がすごいんですよ。ちょっと今回私も調べてびっくりしたんですが、専任教員がなんと12名います。これは先ほどの明治や中央とは、ちょっと規模が違いますね。で、えー、どんな分野かということで、証明論の先生。で、ソクラテス・プラトンといった古代ギリシャ哲学。 えー、フランス現代思想の先生、ジョルジュ・バタイユ研究、西洋絵画、ゴシック大聖堂研究、そそりますね。そして、えー、関東の思想ということで、ドイツ系の哲学ですね。それから、法哲学、えー、科学哲学、えー、現代哲学。ハイ、ハイデン・ライヒ・デイトマー先生という、えー、ドイツ系の方なんでしょうか。えー、哲学の先生もいらっしゃると。現象学の先生、それから、ハイデガー、 えー、そして右上、デカルト、フランス哲学ですね。日本思想史、京都学派、えー、西洋中世哲学、トマス・アキナス、えー、キルケ・ゴール、社会哲学という風に、西洋哲学一通り全部押さえてる感じですね。この、専人教員12名の法政大学哲学科は、非常に良いと思います。はい。このメンツ、すごいですね。もう哲学デパートみたいになってまして、これはいいと思いますね。なので、 法制侮れの良さ。正直、哲学を学びたいという場合に、えー、仮にですね、保護者や高校の先生から、明治や中央に行けって言われても、法制に行くべき人もいるんじゃないのかなと。この法制の哲学家、すごいこの、えー、人材の宝庫。しかも法制もしかして、国際文化学部あたりにも哲学の先生いらっしゃるんじゃないですかね。学習院、えー、っと、1、2、3。 12人の専任教員いらっしゃるから、法制と同じなんですが、美術史学専攻の先生が半分なんで、純粋に哲学だと半分ぐらいになってしまうので、まあ、そんなに大きな規模ではないのかなと。ドイツ、フランス、ギリシャ、英米、日本と哲学、まあ、意識を抑えてはおります。で、あとは美術史の先生が充実している。そして、学習院大学も、えー、学科研究室持ってまして、先生の個人研究室と、えー 図書室哲学の図書室、閲覧室、辞書室、大学院生の研究室っていうふうに、ワンフロアを哲学スペースみたいにしてるのはめちゃくちゃいいですね、これ。国学院、新東の大学ですが、ちゃんと西洋哲学やってまして、8人、専任人教員の方いらっしゃると。ちゃんとですね、これ、美学美術史ですね、それからドイツ。 西洋現代哲学。フランス、古代ギリシャ。きっちり押さえてる感じですね。国学院も西洋哲学。いいんじゃないでしょうか。日大分離、僕、なかなか良いと思いまして、昔オープンキャンパス行ったこともあったんですが、日大分離のこの西洋哲学。ただまあ、ちょっと広く扱ってて、東洋思想の先生も結構いらっしゃるのかな。日大分離の哲学家も立派な学科図書室があって、 先生方の研究室がですね、サロンみたいになってて、すごく雰囲気良かったです。日大分離の哲学もいいと思います。哲学といえば東洋大ということで、えー、三田の哲学、三田じゃないや、三田の財務財理でしたっけ、なんか経済なら慶応で、文学なら早稲田、哲学なら東洋みたいなこと東洋大が一主張したのか、まあ、 それなりにですね、東洋大学の哲学科というのは、もともとね、哲学が発祥の大学なんで、哲学というのは東洋大としてはまあアイデンティティとも言えるんですが、専人教員は8人ですね。はい、現象学、デカルト、ハイデガー、近代哲学史、えー、現象学、神秘主義、キルケゴール、ギリシャ、ドイツときっちり押さえてますけど、 法制の12人に比べると8人なのかと。で、あと東洋大学はインド哲学と中国哲学が合体した東洋思想文化学科がありますが、専任人教員のプロフィールを見る限り、個人的には、えー、東洋思想は西洋哲学ではないので、今回は触れません、えー。東洋大学における西洋哲学。まあ、一式揃ってますよという感じですね。専修大学の哲学科。 あんまりイメージ湧いてこない専修大文学部ですが、哲学科なかなか良いです。えー、専任教員は東洋の8人より多い9人ということで、えー、一通りですね、哲学の勉強ちゃんとできますよと。はい。哲学っていうと結構僕、豚汁の印象が強くて、東京女子大学が哲学科持ってたんですね。現在は人文学科哲学専攻。8名の先生がいらっしゃるんですが、うち4人は、 主に、えー、パン教全学共通カリキュラム担当ということで、専任の先生としては、えー、現象学、ウィトゲンシュタイン、ドイツ、それから美術史、美学的な感じの先生と。まあ、ただ、哲学の先生、そういうわけで8人はいらっしゃるということで、えー、女子大でちゃんと哲学勉強できる。で女子大で哲学ってもう1個あったなって思って思い出したのが、精神女子ですね。哲学科です。ということで、ここもですね、えー、西洋哲学、しっかり勉強できますね。 というわけで、首都圏の、まあ、主な私立大学で哲学科を持っている大学をざっと紹介してきました。まあ、今日紹介した学校の中では、個人的には、専任教員12人と西洋哲学のあらゆる分野をひとしきり押さえている方性、めちゃくちゃいいと思います。もちろん、他の学校もそれぞれ良さがありますので、えー、哲学を学びたい方、自分に合った良い大学を探してください。